紹介します。旧岡部町の旗子柏屋、旧由井町の由井本陣公園、島田市の川越街道などがございます。現在には東海道53次の宿場町の一つとして発展しております。現在も東西と南北の交通が交差する交通の要衝の地にあり、富士箱根伊豆の玄関口としての役割を担っております。現在の三島市には源平川や中里温水地など湧水や用水などが多くあり、これらは歴史的資源と調和した都市景観形成に欠かせない存在となっております。小泉八雲ゆかりの地としても有名な土地であります。この花沢地区は市の都市計画で伝統的建造物群保存地区として指定され、さらに平成26年9月に重要伝統的建造物群保存地区として国に選定されました。県内初の選定地区であり、現在でも県内唯一となっております。選定している場合が多いのですが、花沢地区では集落周りのみかん畑や山、山林といったなりわいの場も含めていることが一つの特徴といいます。右の写真は集落の北部から撮影したものですが、山々に囲まれており、隠れ里のような様相がよくわかります。8年以降に建設されたものや付属屋には土壇場の建物もあり、市としては今後集計をしていく方針であります。ナマコ壁が特徴の伝統的な建造物が多く残されております。ペリーロード沿道地区には伝統的な建造物が立ち並び、河川と河川沿いの並木等が相まって城主ある町並みを形成しております。このシンポジウムを開催したり、中学生を対象に景観まちづくりに関する出前講座を行っています。下田町遺産手帳は年に3回下田市が発行するフリーペーパーです。市内の医療機関、金融機関、ドラッグストアなどご協力いただき、市民の目につくところに配布しております。では歴史的な建築物の住民をはじめ NPO 団体、地域住民たちらと行政との協力が欠かせません。しかし歴史的建造物やそれらと一体となった景観の価値への認識はまだまだ高いとは言えません。各地域では歴史的資産の維持管理の大変さや高齢化、空き家の増加、伝統文化を継承する担い手の不足といった、本当にすごい時代になったというふうに思います。今全国でですね、こういう形で、歴史的なものを生かしていくということに、例えばクラウドファンディングでですね、いろんな人がお金を出して、そしてそれを取得して、自分たちで新しい形でですね、それを使っていこうということがすごく起きてるんですね。で今すごく大きな課題は、そういうことをやろうとすると、例えば宿泊施設にしようとするとですね、旅館情報が広げていかないといけなくて、一軒だけが守られただけでは地域となかなか魅力が発信されないので、それをいかに地域に広げていくかということがあるわけですね。そのこともご紹介したいと思います。今日は2つの事例をご紹介しようと思うんですけど、2つとも私は関わってるんですけども、こういうものが最終的に形に現れるのはすごく時間かかるわけですよね。なのでちょっと歴史的にはちょっと前から順々に少し行こうと思いますので、まあ言ってみれば少し古い事例ということになるわけです。だから そこが何かこう宝があったら誰も思わなかったんですね。これはもう20年以上前からですけど、ちょっと暗い事例で申し訳ありませんけど、このここの部分です。この部分がこれもだから明治の半ばに人工的に作った場所なので、5番の目のようになってるわけですね。でちょっとこれは分かりにくいですけど、研究会が立ち上がるんですね。舞鶴市役所の中に町づくり研究会っていうのが立ち上がりました。で、まあ、馬場さんっていう、その頃課長さんぐらいですかね、すごい熱心な方が中心になって始めるんですけども、なんていうと手がかりがないわけですね、町に。それで何をやってかっていうとですね、一番最初にやったのが行政が中心になって町づくり研究会っていうのを、行政の中のメンバーがボランティアでやっていて、で町の中に出かけていってやるというような活動をやってるので、一番有名なのは横浜なんてね、横浜町研っていう町づくり研究会っていう組織があって、
でその人たちは町の中でいろんなイベント、行政の中でとどまりきれない赤レンガ建造物だと思っていろいろ言ってたらですね、こんなの赤レンガいくらもあると言われて、で驚いて、で実際その舞鶴の人にいろいろ話を聞くと、舞鶴もそんなのたくさんずっと赤レンガ、まあだから海軍の建物赤レンガ多いわけですね。でところがそれまで舞鶴の人たちはここはもともと海軍の建物だったし、まあ民間になってこれ舞鶴倉庫って思ってるんですけど、軍港の部分がありますし、まあ普通倉庫だからあんまり寄らないし、まあ行けると何かなるのかもしれない。もう20年以上前ですよ。これは海上自衛隊の施設、今でもそうです。でその時になってですね、舞鶴の人たちが、赤レンガを調べ始めるわけです。釜なんですけども、こうドーナツ状になっていて、昔の釜は上り釜で下からずっと火を入れて順番にレンガが焼けていくんですけども、それをこうドーナツ状にすると無限にずっと火がこう焼けるので、無限に、まあ、理屈の上でですね、変換釜なんですけども、レンガを焼き続けることができるということで、こういうものが岬の方で見つかるんですよ。守られています。そして赤レンガロマンという、まあ、マップを作ったんですね、黒瀬先生これも20年間で、マップを作るといろんな赤レンガがあると、まあもちろんロマンが見つかるんですね。でそれだけではなくて、だんだんとそのレンガもう単に赤レンガというだけじゃなくて、まあ、積み方にもいろいろあるんですね。そういうのを、まあ、建築を詳しい方はよくご存知なんですけども、まあ、イギリス積みとフランス積みという積み方があります。それは小口と長手方向を交互に置くか、同じ方向に並べて一段ごと互い違いになるかということが違うわけです。国道側から撮ったところなんですけど、向こう見なんですね。これちょっと驚くべきやろうと思うんですけど、海上自衛隊がライトアップに協力して自分たちの協力でライトアップしてるんですよ。ちょっと普通考えられないでしょ。だってまだ戦争があったら私たちの爆撃目標これですよって言ってるわけですからね。そういうことも起きるわけですね。つまりやっぱりその海上自衛隊の人もいろいろ話しに行くとですね、やっぱりこの全く自分たちが海を占領してるわけだから、やっぱり市民の人が海に近づけない、申し訳ないという気持ちがあるわけですね。ですからなんか自分たちがやることで町づくりになるんだったらということで応援する気持ちがあった。でもそれまでは接点もなかったから向こうがどういうふうに思ってるかもわからないんですよね。そこの、オーナーなんですけども社長なんですけど、我々が調査をしている頃はもうこの人はまだ商売が忙しくて全く町づくりに目覚めなかったんですね。全く知りませんでした。その後でうまいもの市みたいなところをデパートでやったわけで、デパ地下 でその中で会津若松の人に出会って、で会津若松って結構戦争で戊辰戦争で焼かれたりしてるんですけど、でもその後も古い建物を使っていろんな誤解されてるわけですね。もっと若いものが来ないといけないんだとか言って全然お呼びがかからないわけですけども、これは逆にお年寄りじゃないとできないということですね。ちょっと寝たきりのおばあちゃんが起き出してきたり、普段しないお化粧をしてくれたりですね、元気になってるんですね。でこれでですね、お年寄りでこれでですね、その今の実はこれ何とかやっていくうちにね、これやるのが大変なので、もうイベントをやるとやっぱ継続するのは大変なもんだから やめるべきではないかという声が出たことがあるんですね。でその時にやっぱこれは続けてほしいって言ったのはお年寄りたちだったんですね。先のクロベイプロジェクトは全国に展開してきてるんですね。こういうことをやることってはそういうことでも今日の先ほどのスライドがあっていくらでもできるわけなので、ぜひこういうことをやっていくと魅力的な街にもっともっとなっていくんじゃないかというのが今日